浅草花町は、東京、浅草の浅草寺裏にある花町。東京都台東区浅草三丁目から四丁目にかけて、位置する。花町としての浅草は、江戸時代中期、浅草寺の門前町に誕生し、芸儀が登場したのはその頃である。当時、浅草の花町は三カ所に分かれて、芸儀はその場所に応じて雷門付近の昼小路の、田楽茶屋に出入りする芸儀を、 広小路芸者、または、田楽芸者、吉原遊郭付近の三夜堀の料理茶屋や船宿に、出入りする芸人は、堀の芸者、芝居小屋が存在した猿若町に居住する芸人を、猿若町芸者、または、倉の芸者と呼ばれていた。特に、猿若町芸者は、歌舞伎役者や舞踊、三味線などの成り物の師匠から直接、教わり精進していった。そのため、 花町は大いに栄えた。天保の改革をくぐり抜け、明治18年、広小事芸者を中心に3箇所の花町と芸妓が統合され、浅草公園芸者が誕生した。それが現在の浅草芸者と東京浅草組合の母体となった。浅草公園は、明治6年、戦争寺境内を整備して生まれた公園で、この付近にも料理屋や、 町合茶屋が営業しゲギらはそこで先とするようになった。明治末期に花町は戦争時の裏側に移転し、大正期には芸儀1060名、料理屋49軒、町合250軒であった。大正12年9月1日の関東大震災で花町は被災されたがすぐに復興され、昭和初期には芸儀750名、沖屋300軒、料理屋37軒、 待合253件で歌手に転校した一丸や女優の三浦富子をはじめ多くの名義を排出した。しかし、昭和16年の太平洋戦争が勃発。昭和20年3月10日、東京大空襲によって被害を受け多くの死者が出た。同年8月15日、終戦を迎え、翌昭和21年に花町は一段と早く復興し、芸義40名、 両亭16件、沖屋13件で再開した。昭和25年、浅草産業組合が組織され、芸儀は座敷のみならず、三者祭りなどの行事にも積極的に参加し、また日頃の稽古の成果を発表するようになった。花町は昭和30年代前期に最盛期を迎え、両邸百二件、芸儀六百名に達した。しかし、昭和四十年代になると芸芸、芸儀、 両邸が減少し、平成23年現在、芸五54名、両邸発見、そして全国で唯一、在籍している法官が6名である。現在、下流会に、疎遠な一般客に向けてのお座敷講座を開き、また、浅草踊りを開催し、花町文化の伝承に、努力している。浅草殿、はじめ草津邸、草津邸は、明治18年、草津温泉から湯の花を持ち帰り、 温泉活放を始めた料亭。緑の木々に覆われた料亭の円形が描かれている。清水清風著、東京名物百人一首明治四十年八月、浅草殿、はじめ草津亭より抜粋 NHK で放映されたドラマ、おしんの舞台となっている。浅草花町に近在した芸妓相手の神ころで若き日のおしんが修行した設定となっている。松川次郎著。 全国課外巡りより、浅草下流会ホームページより船中、破産した、浅草の老舗料亭、割烹、草津亭の事業を譲り受け流通ニュース、清水製風庁、東京名物100人一種明治40年8月、浅草殿、はじめ草津亭国立国会図書館、蔵書、2018年2月9日閲覧。ありがとうございます。